ます。おはようございます。今年も福岡県宮若市でシーズンのスタートを切った鷹の選手会長今宮選手、同じ大分出身の川瀬選手も参加するなど、スタッフを含めて総勢およそ20人で行っています。練習のスタートは数種類のランニングメニュー、下半身強化のためとにかく走る走る走る走り込みます。その後はボールを使ったトレーニング、キャッチボールの後は守備練習。ゴールデングラブ賞に期待がかかる今宮選手、軽快なグラブさばきを披露します。続いてはバッティングの練習です。今年の自主トレはさらなる打撃向上をテーマに掲げた今宮選手。3球目チャンス、次のボール投げた、打ったボールは低いライナー、センターの左、落ちた。選手会長に就任した去年はチーム最多タイの130試合に出場し、自己最高となる3割近い打率を残すなど、バットと存在感でチームを引っ張りました。3割というところは昨年、まあ、届きませんでしたけど、もう一度そこに挑戦して、コンパクトのスイングというところを1年心がけてやっていきたいなと思っています。はい、そんな今宮選手と共に汗を流す川瀬選手も去年は自己最多の73試合に出場し、自己最高の2割7分を超える打率を残すなど、飛躍のきっかけをつかみました。去年バッティングを自分の形っていうものができましたので、その形っていうものをどんどん進化させるっていうのを課題においてやってます。共に狙うのはショートのポジション。切磋琢磨し合う大分出身の2人が熾烈なレギュラー争いを勝ち抜く覚悟です。まずはレギュラーというところを目標に頑張っていきたいなとキャンプから思ってますので、しっかりと結果を残せるように、その中でやっぱチームとしては、はい、何年間もやっぱり優勝から離れてますので、そこをやっぱり最、目標にして戦っていきたいなというふうに思います。